白浜エネルギーランドは和歌山県西室郡白浜町にある科学館型テーマパーク。松下電気産業創業者の松下幸之助が遊びながらエネルギーの大切さを学べる場所を提供し出身県である和歌山県の観光振興を図るため1981年に松下幸さんによって開業した施設で利用する電力は地熱発電と 風力発電によってまかなわれている。運営会社は2000年代に松下幸さんの筆頭株主であるエイトスキャピタル直下でロイヤルパインズホテルの運営を担うロイヤルパインズ株式会社へ移管されたが2010年12月に白浜エネルギーランド株式会社へ移管された。なお、MID 都市開発はパナソニックグループではない。エネルギーの過去、現在、未来を学んだり、 恐竜時代へのタイムトラベルや遠近感、重力感覚に違和感を覚える展示など常識を覆す不思議体験など様々な体験ができる。2004年夏に CG 映像による体感シミュレータージュラシックツアーセカンドミッションを設置する。北緯33度40分49.61秒、統計135度20分46.93秒、 国十33.6804472度統計135.3463694度33.6804472135.3463694九四日し JR 紀の国線白浜駅から名工バスで約15分。ありがとうございます。